の未来を担うカナデンジャーたちの極限の映像に迫ります。カナデンジャーを応援するのが俳優木原瑠衣くんとタレント森安まどかさん。今回は木原瑠衣くんがヤマハのジュニア総合コースで楽しく音楽を体感。あのジブリの名曲の映像が。すごい音楽ヒーローヒロインカナデンジャー。みんなこんにちは。音楽を愛する感性豊かな音楽家の子どもたちを発掘して応援。そして私たちも音楽を全力で体感して学んでいく番組、それがカナデンジャーシーズン3。はい、始まりました。今回で3回目でございます。はい、まどかさんも、ようやくカナデンジャーになったんじゃないですか。いや嬉しいです。うん、入れていただいて。そうでしょうね。はい、うん、大変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 、まあ、そうですよ、大変ですよ、これがね、一緒にやってるやつがこいつだから。え、でもだいぶ慣れてきました。あ、本当ですか。はい、つかめてきたので、まあ、はい、この感じで、うん、いい感じにスルーしながらでいいのかな。あ、もう全然全然もう。はい、はい、じゃあ、私たちのもう一人の仲間を呼んでいきたいと思います。はい、せーの、ランラン。はーい、音楽の橋奏でるからメロディーに乗ってやってきた今回は私木原瑠衣が長野県のヤマハ音楽教室にお邪魔してレッスンを体感してまいりました。全員女の子でした。緊張しましたですね。それでは行ってみましょう。体感カナデンジャーへの道シーズン3。これを入れるとマイナスマイナス。今回の舞台は長野県の佐久市。空気が澄んでる。カナデンジャー。はい、私今日はですね、長野県にやってまいりました。ありがとうございます。こうね、はるばる来てすごく楽しみにしてまいりました。今日はどんな子供たち、そしてどんな音楽に出会えるのか楽しみです。それではレッツゴー。こんな青春感でやってたの。ルイ君がやってきたのは長野県にあるヤマハ音楽教室、日置楽器桜浦センター。はい、ということで早速、突撃していきたいと思います。いきます。失礼します。これちょっとよく見ていて。これが失礼します。先輩、はい、さすがです。こんにちは。どうも。みんな緊張してる。木原瑠衣と申します。よろしくお願いします。本当だ、女の子だ。緊張してるよね。それ緊張するよね。ヤマハ音楽教室講師の小沼先生、よろしくお願いします。こちらはジュニア総合コースのクラス。グループレッスンや個人レッスンで鍵盤演奏力を伸ばしたりアレンジ力を養ったりするコースなんだって。みんな上手。長野、僕今日で2回目なんですけど、あんまりこう知らないんですけど、長野のいいところありますよっていうの。山に囲まれてて自然が豊か。あ、素敵ですね。僕も山大好きなんですよ。そうだ、ありがとうございます。たまに鷹が飛んでんの。はい、あ、鳥のね。はい、果物とか。果物何有名。リンゴ。あ、リンゴ。リンゴ。野菜が美味しい。おー、プルーンとか。プルーン、あ、プルーンね。渋いですね。それは渋いね。それではちょっと皆さんの演奏を聞いてもよろしいですか。ありがとう、ありがとう。みんな結構緊張してて。Thank you.
ありがとうございました。壮大ですね。はい、ありがとうございました。映像でね、はい、どれだけ伝わってるか分かりませんけども、はい、やっぱ僕はその生で聞かせていただいて、ね、やっぱね鳥肌立ちますね。やっぱり演奏すごかったんですか。演奏すごいですよ。生で聞いた時のこの臨場感みたいなのがね、うん、すごく素敵でした。うん、どうですか見て。でも確かに映像越しでもすごい迫力があって、はい、やっぱり私すごいなと思うのが、自分はピアノが結構基本的にピアノメインでやってるので、はい、上下の運動がなかなかないんですよ。あ、確かにね、エレクトーンならではで、そうエレクトーンならではで、で特に足とかもそんなに、なんだろう、ペダル、うん、くらいなので、ピアノだと全然違うなと思いながら、あとピアノの音とエレクトーンの音合いますよね。そうですね、そうすごいしっかりマッチしてて、この後もまだまだ続きますが、その前にランラン。ヤマハ音楽教室で学ぶ15歳以下の子どもたちが心に感じたことを曲にし自ら演奏するジュニアオリジナルコンサート JOC。 この JOC に出演している感性豊かな音楽家が登場するよ。変身全国のカラレンジャーシーズン3。ピカーン、キランキランキラーン。レイさん、まどかさん、こんにちは。清水いろはです。今回のカナデンジャーは清水いろはさん、人呼んでウサギを愛するアーティスト。ウサギが好きなの。いろはさんが今夢中になっているのは筋肉マンにハマっています。筋肉マン。筋肉マンは仲間思いで、どんな時も諦めないところがすごくかっこいいです。書道も得意なんだよね。躍動。おばあちゃんがお習字の先生なので教えてもらっています。うさぎ大好きないろはさん、料理も大好きなんだって。家で採れたさつまいもを使ったのでとても美味しくできました。おお、いい匂い。いろはさんが大好物のメニューは何かな。とんかつです。何か勝負する日に必ずとんかつを食べます。カナデンジャーのためにとんかつを食べました。そんないろはさんが今回演奏するのは、それではぴょんぴょんうさぎのお出かけです。ご覧ください。カナデンジャーに変身。からは想像できないほどの繊細さ、うん、ね、びっくりしちゃいましたね。いろはちゃんにアドバイス。とっても可愛らしい演奏で、はい、ぴょんぴょんうさぎかな、はい、お出かけ、はい、タイトルにぴったりで、結構跳躍するところとかが多かったりとか、うん、なんだろう、食い気味っていうんですかね、入るところが多かったんですけど、とっても上手にリズム感バッチリだったので、うん、これからも頑張って、次はぜひ筋肉マンのお出かけも聞いてみたいな。筋肉マンのお出かけ、はい、これからに期待ですね。そうですね、これからの、はい、期待です。さあ続いては体感カナデンジャーへの道でございます。体感カナデンジャーへの道シーズン3。実力派が揃うジュニア総合コースのクラス、その中で長野の自然をこよなく愛するのは夕日さん。山に囲まれてて自然が豊か。素敵ですね。というわけで、ゆういさんのお宅へゴー。はい、こんにちは、お願いします。お邪魔します。
では大好きな曲を演奏するのが日課のゆうひさん。そして趣味がこちら。で、これは何？ゆうひさん説明して。これレジン。レジン。レジン液、UV ライトで固めるレジン液でキーホルダーを作るキットです。わー、かわいい。ヤマハ音楽教室に通ってゆいさんは変わったのかな。音がやっぱり取れるようになったっていうのは大きいですよね。だいぶやっぱり外れてた音程が合うようになってきたのと、あとはここ最近で一番思うのは、耳で聴いた曲を ある程度多少ピアノでこう弾けるようになったりとか、まあ、私もこうピアノは小さい頃からやってたんですけど、まあ、そんなに熱心な方ではなかった。知識とか技術っていうのはやっぱり教えられないので、そういうのはね、ヤマハだとそういう教材があって宿題みたいなので少しずつ覚えてっていう、なんかそういうのがちゃんと体系立ててやってもらえてるのがいいのかなっていう感じがしますね。友達が新しく入ってきた時にたまたま同じ学校で、そこから仲良くなってたから、友達ができるのが楽しい。友達とのアンサンブルでさらに仲が深まったりするのが楽しい。これからもいっぱい音楽を楽しんでね。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、僕もそんなにめちゃくちゃ熱心にやれてたわけではないですけど、ピアノ、レッスン行ったりとかしてましたけど、音感はつきますよね。そうですね、お母さんがね、音が取れるようになった、あと耳コピーもスムーズにちょっとできるようになってきたって言ってましたね。たまたま学校の、ね、子が一緒に入ってきたって、山本に、てて、それは素敵ですよ。それって多分大人になっても続く縁かもしれないですよね。そうですね、なかなかちっちゃい時では感じられないものだと思いますから、みんなで一緒にやっていただきたいですね。はい、はい。次回このクラスの実力を、さらに知ることになりました。そして私からですね、クラスのみんなへ感謝を込めた、もう存分に込めた、歌のプレゼントもありますので、はい、楽しみです。期待。ということで今日はここまで。次回もお楽しみに。音楽ヒーローヒロインカラレンジャーシーズン3。またね。バイバーイ。ご飯何食べる？俺は分かんない。ハロプレーズ。どうぞ。いや、面白かった。ご飯何食べます？どういうことですか？今日なんか食べたいな。今日食べたいもの？食べたいもの。難しいな。あ、でもさっきの VTR で、野菜が美味しいって言ってて、から野菜が食べたくなりました。で、僕一回長野行ったことあるんですけど。やってましたね。そう、なんかその時はカツ丼、カツ食べました。あ、そうなんですね。カツ作ってましたよね。そうですね。あれなんて言うんですだっけ、あれカツでいいのかな。トンカツ？トンカツ、そう、トンカツ。トンカツ作ってましたけどね。確かに、今日ちょっとお腹すく VTR でしたね。結構お腹鳴ってました、ね、美味しそうなものがたくさん、ね、そう、何ですか？私、木原さんの VTR 今日だから初めて見たんですけど。ああ、はい、ねえ、すごいパンチがやっぱ違いますよ。パンチ、いや、パンチっていうか衝突。あ、激突です。激突なんだ。壁ドン、俺が突撃っていう、なんか、まあ、一応台本があって突撃しましょうっていう、はいはい、このクラス、はい、これ激突って言えばいいじゃんと思って、こう壁にとりあえずバンぶつかろうっていう。それ激突するまで台本書かれてるんですか？あ、じゃないです。突撃まで。激突からも自分で勝手に書いてアレンジしたんですね。いや、ちょっとそれぐらいもうちょっとなんかなんだろう、踏み込んでもっと弾けてもいいかもって思いました。そうですね、まあ、やっぱこう体感していく番組なんで。まあ、次頑張りましょう。先輩風が強い。勉強になりましたね。